ジャムステップの荻野です。YMC 関係 の発表が続きましたけれども、まあ、YMC のターゲットの一つの、まあ、沿岸域での洪水というのが、大きなものがありますけれども、まあ、YMC はそれの発生のメカニズムだとかそういうものを、まあ、主として明らかにしようという、ものですけれども、まあ、この発表研究はその沿岸の洪水が何をしているかということを、まあ、調べたというものになります。で、まあ、そういう沿岸洪水の研究の、まあ、重要性というものも、まあ、示すものかなというふうに思っています。で、まあ、タイトルにありますように沿岸の熱帯の沿岸の洪水が、まあ、脱水の働きを、まあ、しているという、まあ、ちょっと新しい見方を、まあ、提案したいと。一応こう4つの一連の、まあ、があるんですけども、まあ、その中の、まあ、脱水に関わる部分の、まあ、まとめ的な、発表だと、考えています。背景と目的ですが、これまで の、その海と陸の間の水循環の平等というのは、まあ、ここに模式的に書いていますように海と陸というふうに、まあ、地球を2つの領域に分けて、まあ、その間の水の循環を、まあ、海岸線の上での水の輸送量という格好で、まあ、評価しているというのが基本でした。で、具体的に言うと、海の上では、蒸発が洪水を上回っていて、まあ、陸の上ではそれが逆であると。で、海の上で余った水蒸気が陸向きに、大気で運ばれて、で、陸では余った水が河川を通して海に戻るというような、まあ、水の循環をしているというものです。で、まあ、それとは別に、まあ、そういう、平等が何十年という前に、まあ示されてそれが、今日まで、認められてきたわけですけれども、まあ、それとは別に、衛星による、まあ、降水観測結果なんかを見ると、まあ、熱帯の沿岸で海岸線に沿った領域で、非常に、多量な雨が降っているということが、まあ、見えてきて、まあ、それぞれその卓越する領域などではその沿岸の洪水、まあのメカニズムに関してさまざまな、まあ、研究がされてきたわけです。で、まあ、このようなこれまでの、水循環の様相があるんですけれども、実際雨が降っているのは特に熱帯ではこの海と陸の境界の海岸線付近だということがまあ分かってきて、まあこの研究ではその、境界で降るこの雨の量が実際どのぐらいの程度のものなのかということを定量化するということと、それからこれを考慮した場合この、海と陸の間の水の循環というものの見方はどう変わるか、あるいはそのこの沿岸域の洪水を維持するための水循環というのはどうなっているかということを、まあ、調べましたということです。で、データと、手法ですけれども、雨のデータとしては、DREAM の 3A26 の降水量データ、で、領域はまあトリムです、ね、熱帯域で、およそ13年分のデータです。それから、JLR55 の、気中積算水力フラックスのデータ、それからあと降水と蒸発のデータを使いました。これ全球で、およそ30年のプライメトロジーです。それから、まあ、海陸の判別のために、まあ、グローブという標高データを使いました。で、計算したのは、この2つの基本的にはこの2つの量で、この2つの量を計算するためにまず海岸線からの距離というのを定義します。で、これは単純でその各データのグリッドから、最も近い海岸線までの距離を、というもので、これを定義します。で、降水量の、DFC海岸線、降水量というのを海岸線からの距離の観測として、まあ、計算する、それからこれ50キロ
韓国で建設すると。それから、陸向きの水蒸気輸送量というのの、DFC、を、計算するということを行いました。でこれが結果です。で、トリムので計算した、トリムで観測された降水量を、海岸線からの距離の観測として表した、ものです。で、このように、ここが海岸線で、こちらが海、こちらが陸ですけれども、降水量は海岸線で、最大となるというような分布をしていることが分かります。で、海岸線から離れるにつれて急激に減少するんですけれども、まあ、およそ300キロぐらいの範囲の中で急激に減少するということが分かります。 ですから、まあ、およそ300キロぐらいの範囲が、まあ、海岸線あるいは沿岸の影響を強く受ける領域と沿岸域というふうに考えているよいと、まあ、降水の観点からはそのように考えているよいと言えると思います。で、この、プラスマイナス300キロの、領域の中で降る雨を積算してやると、その量は全熱帯のおよそ 34% を占めるということが分かりました。ちなみに、海が 52%、陸が 14% でした。というわけで、まあ、この沿岸で降る雨というのはその量として、決して無視できる、量ではないということが分かります。で、まあ、これとも水循環どうなるかということなんですけれども、まず、同じようにその海岸線の距離の関数として蒸発と降水と水蒸気の発散をプロットしているとこういうふうになって、まあ水のバランスをまずは見てやります。で、まあ、最初に申し上げてましたように、これまではこの海岸線の上だけでそのバランス、海岸線の上だけっていうかその海対陸ということだけで、まあ、バランス見られてきたわけですけども、これは連続的に、表したのがこの図になります。で、大雑把に言うと、海の上では蒸発が降水を上回ってて陸の上ではそれが逆になっているということで、まあ、古典的な描述と基本的に、同じものが見えているということです。で、まあ、ただ沿岸域の海側では降水の方が蒸発を上回ってて、ここでの水のバランスは、海的ではなくて陸的であるということが、まあ、新しく分かったところです。で、この水蒸気の発散がはこの蒸発と降水とバランスした格好でこういうふうになってるんですけども、まあ、このように海岸線で大きく、収束という形になっています。で、水蒸気発散を、海の端っこから、陸に向けてこう積分してやると、陸向きの水蒸気輸送量が、まあ、出てくるんですけれども、これを見ると、海岸線から100キロか200キロぐらい、海側のところで、ピークとなって、その沿岸域で、陸に向かって大きく、減少するというような分布に、なりました。で、つまり、この沿岸の、海岸線を合わせたこの沿岸域で、だいたいこれ量にすると、およそ半分の水蒸気が、降水として、消費されているということを、まあ、示しているわけです。つまり、その熱帯の、あ、熱帯のじゃない、これ全球の、結果ですけれども、沿岸の降水というのが、まあ、脱水の、働きをしていると、いうことが、分かりまして。で、今のは全球の、で計算した結果だったんですけれども、これを、熱帯と、まあ、中緯高緯度で分けて、計算してみた結果が、まあ、こういうものです。左が北半球、こちらが南半球、真ん中が熱帯の結果です。で、まあ、一目瞭然なんですけれども、その、海と陸との間の、水蒸気のやり取り、それから、沿岸域での、脱水の効果、どちらも基
本的に熱帯で卓越していて、その全球の共存というのは基本的に熱帯の熱帯域が作っているということが、分かります。で、まあ、以上のような、水循環、描像が見えてきたわけですけれども、まあ、沿岸降水、が、どういう働きしているか、脱水の働きをしているということなんですが、さらに他にどういう働きしているか、あるいはどういうことが言えるかということを少し、話にしたいと思います。まず気候の維持と変動に関してですけれども、熱帯沿岸に降る雨の相対性ですね、これはまあこのぐらいの量というふうに計算されるんですけれども、全球で、のうちの全球の水の、全球で、降る雨の、これはおよそ 20% になります。で、まあ、これに伴う泉熱解放というのは、まあグローバルな気候の維持に、重要になると言えると思います。それから、特にその海大陸っていうのは、まあ、非常に入り組んだ地形で海岸線が、まあ、長いんですけれども、まあ、そこで、その多量の雨が沿岸に海岸線に沿って降って、まあ、その結果として気候の維持に、まあ、貢献しているだろうということが、言えると思います。それから、海面高度の、変動とか、それからもっとというか、その非常に、時間スケールの長いその大陸の離合集散に伴うような、まあ、海岸線の変動というのは、その沿岸降水の、まあ、分布とか、それから強度を変えるはずで、まあ、そういうものの変動によっても、まあ、気候の変動というのは起こるであろうということが、まあ、考えられます。でまあ、そういうことも考慮する必要があるということは言えると思います。それから、ちょっとこれはまとめの図なんですけども、まあ、この、沿岸域で水蒸気がこう運ばれて脱水されて、海に戻るということなんですけども、その沿岸域 の, この海側で直接海に戻る、水の量というのは、まあ、10×10⁴立方キロメートルぐらいの量でして、これはその、河川流出で、陸から海に戻る量に比べて、まあ、小さいのは小さいんですけども、まあ、匹敵する量があるということが、まあ結果として出てきたんですけれども、まあ、これはなんとか、その前に、途中でも話しましたが、その沿岸の海側の領域ですね、ここですね、ここはその、時間になったので、ちょっとまあ端折りますけれども、まあ、陸的なバランス、で、何らかの、その効率的に雨を降らすようなメカニズムが必要なはずということが言えると思います。それから、ちょっとまあこれは飛ばします。で、まとめが、まとめですけども、まあ全球水循環に関して、まあ、このような新しい見方を提示しました。だから、このような働きがあるということを、示しました。以上です。ではご質疑お願いします。沿岸放送も面白いんですけど、300キロを決めるのは何でしょうか。それからグローバルにいろいろ場所によっての違いがあるのかなと思ってますか。はい、そのあたりを決めるのは、おそらく、基本的にその沿岸で雨を降らすメカニズムっていうのが、熱帯の、強い日射に伴う海流の循環で、まあ、これまで発表にありましたような、ああいう、例えば、まあ、移動する性の降水だとか、そういうものだと、まあ、思われが、
と主体となっていると思われますが、まあ、そういうものの水平スケールがまあおよそ数百キロメートルだということを意味していただいて、まあそれはちょっとなかなか言っちゃったことは言えないんですけど、まあ、あの内側の方が急激にこう下がりまして、あのまあで逆にというか海側、まあ、300キロの範囲で非常に急激に下がるんですけど、その後もだらだらと下がっていくような形になって、必ずしも最小ではなくて、まあ、海側の方がよりブロードだというように、いや同じことなんですけれども、その360度熱帯全部の統計ですよね。はい、これどういうところ、アマゾンとかアフリカとかあの辺の特徴であって、マリタイムコンテナントだったら何百キロも行けば山越えて向こう側に行っちゃう、海に出ちゃうみたいなので当てはまらないんじゃないかと思うんですけど、ね、だからその領域ごとに分けて体育サイズに分けてやるともっと面白い結果になっていくんじゃないかと思ったんですけど、どうでしょう。はい、あのこれでインドネシアを覚えちゃいけないんじゃないか、これでインドネシアを語ってるとは思ってはおりませんが、統計ではマイナーな役割してるんじゃないかなって。はい、あのそうですね、あの確かにあのその地域によって、見え方はあの実際あのいろんな地域でだけで、この図を描くということはやってるんですけども、あの全くこうなん見えないところももちろんたくさんありますし、まあ、こういうのが際立って見えてるところもありますし、それは地域によってさまざまです。で、それからあのインドネシアその入り組んだところで何百キロも行っちゃったらまた次の陸がっていうところはもちろんそうなんですけれども、まあ、それであったとしてもあのですね、あの要するにその一番近い陸っていうところまでの距離をあの考えてますんで、そこまでは正しくこの図に反映されているはずなんですね。伝わりますかね。あのですので、そのもちろんその近くの陸があるとまた違うことが起こるかもしれない。むしろ ここのこう領域ごとの図とかの、はい、眺めてすごく楽しいかな。もちろんそれはあのそういう方向性があると。ありがとうございました。じゃあ、牛山さんお願いします。